MF ブックス。工作員として暗躍していた私は、上司の裏切りをきっかけに組織を抜け、名前を変え、国境を越え、新しい人生を始める。アシュベリー王国の一般市民ビクトリアとして生きることにした私は、とある少女を保護することに。騎士のジェフリーをはじめ、親切な人たちに囲まれて、私とノンナは明るく平和な生活を手に入れる。そしていつの間にか私は情に絡め取られていた。これは忍び寄る影の手を払いのけ、普通の幸せをつかみたい元工作員の人生修復物語。手札が多めのビクトリア、好評発売中。